ガンモドキはい、どうもデビルです。さあ、15日何が来るのかと期待していたところなんですけれども、こちらのピックアップが来ましたと。いや、これもさ、まただよ、運営さん。この出し方マジで良くない。前回のクラッカーの時もそうだったけど、はい、これ皆さんちゃんとマジで注意してね。歌、いろいろ、ピックアップされてますけれども、0.5%! この前のクラッカーの 1.299% より低い。この出し方マジで良くないよね、本当に。いや、しかも結構ね、なんかこう、いい感じのキャラクター揃えてるしな。マジで出し方がこっせ。せっこい。でもね、僕めちゃくちゃ弾きたいんですよ、この方。なんでかっていうと、見て、この解放まだしてないのね、この波。650個溜まってんだよ。なんならこのチョッパーに関しては見て、もう1000以上溜まってんの。いやー、まさかここで。いや、いつかね、ピックアップが来たらね、絶対弾こうと思ってたんですけど、この映画キャラについては。ここで来たか。今日フェス前に来たか。ちょっと、ステップ2まで弾こうかな。迷うな。ちょっと1回だけ弾いて、40個だし。ちょっと弾くね。もう 0.5% だからさ、当たんないのはどうせ分かってんのよ。はい、なんかこれ1体来そうだね。1体来そう。オッケー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 。結構いいんじゃないこれ。ピックアップ的なやつだから来てくださいよ。頼みますよ。はい、ディフェンダー。ってことはベックも。うわ、よっしゃー。いや、待って待って。嬉しいぞ。普通に嬉しいぞ。まさか 0.5% でビッグベックマン引くとは。いや、全然当たりなんですか。入った。ゲッター、まさか、なみはっ、いや、やばいって、これマジで。やばいって。マジでやばいってこれ。バーディクソ嬉しい。まだ来た。まだ何、やばいよこれ。みんなどうした。なんだこのシルエット、気持ち悪い。いや、大当たりですこれ。全然大当たり。40個でこれはえぐいって。はい、見てこれ、波が一気に解放されて、一気にレベル80になりますから、これ、バチコーン！いや、ベックマンも当たったのはマジででかいな、これ。いや、引いてよかった！マジで当たると思わなかった！すごい、やっぱ僕持ってるね。この運を、次の超絶までに持ち越そう。一旦もうここでストップ。はい、ありがとう。もう40個でこれは最高。まあ、ということで、皆さんこの歌をね、最近始めた人とかは欲しいかもしんないんですけども、これ絶対弾かないでくださいね。はい、僕が今やったのなんてマジ奇跡に近いんで、これ絶対弾かないでください。そして今回ですね、もう一つお知らせがございまして、はい、生放送の日程がしっかりと確定しました。今まで予定だったんですけれども、こちら。1月20日の土曜日4時からですね。4時から。はい。ということで、まあ、超フェスの発表が4時半ぐらいからかな。はい。あると思いますので、待機して待っとこうね。僕、この日飲み会入ってるんですけど。いやー、いよいよですね。もういよいよなんだけど、これ、誰が来るのかっていうのを昨日の動画にも上げたんですが、またね、また新しいね、なんか候補が来てんのよ。はい、ちょっと新しい情報皆さんにお伝えしますね。これリークとも言われているんですけど、おそらくね、今いろんなね、X とかも含めて情報を探したんだけど、リーク情報は一切ありませんでした。ただ僕の元になんかリーク来てますよみたいな DM も来たりしてるんですけど、僕の方ではちょっと確認はできませんでしたね。はい、っていうのがこちらなんです。見てください。はい、1月のですね、22日から、ワンピースの関連である、小田一郎先生がね、書いたモンスター。これ原作読んだことありますか？皆さん。僕、読んでます、しっかりとね。このね、リューマ。はい、リューマかっこいいんだよね。このリューマが、もしかしたら、これに合わせてね、ちょうど結構さ、生放送の日とめちゃくちゃ合ってるじゃないですか。で、20、20日に生放送があって、で、その後に、この22日に、リューマが出て、で、まあ、予想されているのは24日ですからね、超フェスが出るのではないかと予想されているのが24日なので、ワンチャンこのリュウマが、超フェスとして登場するんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。はい。みんなこれどう思いますでしょうか？まあ、僕的には、まあ、ないかなと思います。まあ、なんでかっていうと、さすがにちょっとさ、あんまり知らない人も多いじゃん、このキャラクターって。リュウマって知らない人も多いのに、まあ、それを超フェスとして出すのはどうなんだろうっていうのがね、ちょっと思っているところでございますね。まあ、超フェスって、そこそこやっぱ知名度も人気もね、あるキャラクターを出すのが一般的なので、まあ、それで言うとちょっとリュウマ出すかなっていう感じ。だから、リュウマってね、皆さん知ってますかね？こちらのキャラクターのモデルになったと言われるのが、モンスターのリュウマなんですね。まあ、でもワンチャンここで知名度的にはあるか。まあ、みんな知ってるキャラクターではあるから、どうだろうね。でも出ないと思いますけどね。リュウマさすがに超フェスは。うん。まあ、その発表も楽しみ
みにしておきましょう。いやー、またツイッターで来てたね、5万リツイート行ったら、かけらもらえるよ、みたいな。かけらが30個だったのでね。はい、ちょっとこれみんなで頑張りたいなと思うんだけどさ、おい、言えない。あ、ちょっとクオがいるね。クオにバチコーン、クオにバチコーンして、一旦ここでも構えとくか。もうほんとなんかこの、エースヤマト使ってたらマジで脳筋プレイになるからよくないよ。クオに負けた、クオに負けたっつって。うん、前だからさ、5万いいねとリツイート合算していけばいいみたいな感じだったんだけど、あれさ、マジでギリギリだったんだよね、前回の生放送の時。めちゃくちゃギリギリというか、こうアウト、やば、これ、やばくねこれ、みたいな、はい、感じだったんですけど、あれ、ギリギリいけたって感じでしたね。危ないよ、これ、よいしょ、はい、ここでバーチコーン。しぶといっすね。なかなかしぶといな。いい、ここ抜いといて、ここ抜いといて、あれ、ダブルパンク来る。すごい危ない状態、今危ない状態。一旦ここら辺でバーチコーンやっといて、一旦待っといてから、ここ無敵。ありがとう、誰か倒してくれてありがとう。じゃあ、ここ抜く前にこれ変わっといてからの、これでやっといて、ダブルパンク、あ、来るね。あれ来るね。あれ来るね。やめて！オッケー！大丈夫か？また抜かれる。このさ、キドロと戦ってる時にさ、抜いて抜き返しては抜かれて抜こい、追い越いつじてみたいなやつ多くない？うん。まあでもちょっと相手ブーストなんでこれ抜きません。はい、ちょっと時間稼ぎます。いや、ていうかさっきの本当にガチャマジで神だったな。あんだけ神引きできたらいいんだけどね、ベックマンと、波2枚抜きって、すごかったよね、さっきのね。うん。あれぐらいね、超別も気持ちよく来てくれたらいいんだけど、ほら、また見て、この、抜いて、抜かれて、抜き返したり、気づいたらいなくなる。誰も僕の周りにいなくなるってやつ。はい。また抜き返すでしょで、これブースト来るから、よいしょ。はい、これ、あ、どうぞ、よいしょ。はい、はい、誰か。あ、ごめんね。ニカごめん。ニカに任せていいかな、これ。やっぶーねー、やらかした。ありがとう、ニカ。サンキュー。あと1分以内でどこまでいけるのかってことなんだけど、皆さん、超フェス、いかがでしょうか。リューマの路線みんなどう思う？うん、これちょっとマジで聞かして。リューマどう思うか、ちょっとぜひ聞かせてほしいんだけど、ここ抜かないと死ぬね。ここ抜かないと死ぬけど、なんで今回避しか使っちゃってるんだろう。マジしくった。ごめん。マジしくった。惜しくしたい。ごめん。マジしくった。うん、だから、リューマじゃなかったらなんだっていう話よね。うん。昨日の動画でコメントくれた人は、セラフィムっていうね、はい、線も一人いましたけれども。確かに、なるほどね、と思って。なんか、セラフィムがさ、なんか、4、5体ぐらい一気に出るコンビキャラみたいな。うん。ちょっとそれインフレ起こしすぎてる気がするんですけど。まあ、セラフィムの路線も、まあ、ワンチャンありですよね。うん、ちょっと危ないな、これもう負けましたね。あ、負けちゃった、これ。悲しい。そう、セラフィム、まあ、ワンチャンありだけれども、ちょっと超フェスには物足りなくないかっていう気持ちも、僕的にはありますが。はい、皆さんいかがでしょうか？コメントくれ！チャンネル登録をすると、超フェスが聞けるっていう噂があるのが、このネイビルのチャンネルです。